エミリンチャンネル、さあ始まるよ。慎重に、絶対ミスっちゃダメだなと思って。今日ミスったもんは切ったりですけどね。今日は絶対ミスったらダメな日なんです。なんですか？切るとかじゃないんですよ今日なんですけれども、はいはいはい、デートです。今日デートの予定があるんです。実は私全然気づかなかったかもしれないんですけれど、いや、メイクバッチリ髪バッチリやったんで何かあると思ってました、はい、あの私知ってる人は知ってると思うんですけど、もともと 2.5 次元のミュージカル発行機っていうかすごい好きで、うん、オタクをやってたんですよ。なんか話も聞いてますよ。そうなんですよ、はい、であの昔全財産を失って卒業したっていう過去があるんですけれども、大学生詳しくいいですか？はい、大学生の時に、はい、ミュージカル発行機にハマりまして、うんうん、新選組でしたっけ。新選組の話なんですけれども、私はその中の斉藤はじめというキャラクターがもともとすごい好きで、アニメから入って、はははあ、ゲームから入ってアニメに入って、うん、そのキャラクターをしたったんですね、斉藤はじめっていう、はいはい、でミュージカル発行機っていうその 2.5 次元のコンテンツが始まって、うん、最初私はその大好きな斉藤はじめくんを人間が演じるみたいな、そんな無理じゃんみたいな、そのオタクによくある実写化やめてほしい、はいはい、みたいな感じだったんですよ、はいはいはい、だったんですけれども、はい、いざ見に行ってみると、あのその当時ね、一番最初は松田涼くんっていう方が演じられていて、七五三動画でおなじみの、そう、七五三動画でおなじみの松田涼くん、いや、おなじみじゃないけどあんまり、うん、そんなどうでもよくって、でその、あの松田涼くんっていう人が演じてて、私も見た時に感銘を受けたんですよ、うん、いるって、斉藤はじめがいる、存在してたんだみたいな。参加したはずなのに。そう、まあ、何公演かなさって、その後ミュージカル発行機卒業なさったんですよ。でその後にもう私はもう松田涼さんが素晴らしすぎたから、やるかそんな、斉藤はじめを演じることができるなんて、もう松田涼くんしかいないのに、松田涼くんが卒業しちゃったらもう終わりじゃんってなって、はい、私はじゃあここで松田涼くんと一緒にミュージカル発行機を卒業しようと思ったんですけれども、うんうん、まあ、次の公演から松田涼くんの後輩に似てる橋本翔平さんという方がね、はいはいはい、次あの演じられることになって、私はもう涼くんの橋本くんしか認めないのって思ったんですよ、はい、まあでもまあせっかくだしね、しかも涼くんの直属の後輩で、たまたまなんですけど、うん、それはおそらくそう、たまたま直属のなんかマネージャーも同じさんの方の後輩さんみたいな感じの方がされるってなったから、涼くんもなんかブログでこれからなんか翔平お願いしますみたいな、うん、なんかそういう感じで言ってたし、涼、うん、まあ、くんがそう言うならと思って、うん、まあ、一回見に行ったんですよ、うん、最初だけだかんねと思って、知ったらもうすごくて、あら、また違うんですよ。翔平くんなりのはじめくんの正解みたいなのを出してくれて、だから、あ、もうこれはもう、押させていただくざるを得ないなと思って、そこから、ダブル推しになったんですね。ああ、なるほどね。松田涼くんも、林本翔平くんも好きっていう。そこからが、まあ、地獄の始まりだったんですけれども、はい、まあ、シンプルに一二人押そうと思ったら、推しにかける金額も倍になるわけですよ。確かにね。その方の活動全部追っかけるわけだから、うん、他の舞台も出るからね、うん。そう。っていう感じで追っかけてたら、もうこういう感じで、うん、当時学生よ。大学生よ、うんで。ミュージカルってやっぱ結構高いのよ。それなりに。しっかりとしたものだから。ちゃんと遺跡ってみようと思ったら1公演1万円以上するから、おいおい、もうでグッズとかも全部買わなくちゃダメじゃん。でその他のダメじゃないですけど、その方たちが出る他の舞台も全部見に行きたい、でファンイベントとかも全部行きたいってなっちゃうタイプのオタクだったから、うん、もうほんまこういう状態、うん、こういう状態になっちゃって、こっちりょうくん、こっちあの翔平くんね、うん、こういう状態、はいはい、あーいやーやるわってなっちゃって、最終的に破産して、破産、あの全財産なくなったんですよ、うん、本当に今まで貯金とかその頃からね夢があったから、上京して、あのそう夢になりたいみたいな夢があったから、当時アナウンサーかな、なりたいっていう夢があったから、うん、その時のためにお金頑張ってバイトして貯めてたのに、それが一回ゼロになって、うん、でなんか日雇いのバイトとか友達に紹介してもらってギリギリ家賃払うみたいな、はあ、私ダメだなって、うん、なって自分の中でもう卒業したんですよ。ある程度精神がもうちょっと大人になるまでは、はあはあ、一旦お休みしようみたいな格好だったんですよ、自分の中でね、おうおうおう、っていう感じだったんですけれども、なんか今回そのなんか YouTube ってデート企画流行ってるじゃないですか。確かに。そういえば私ちゃんとしたデート企画やったことないなと思って、やってみたいなと思いまして、確かに、あ、これはお願いできないかな、うん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 、でお願いさせていただいたんですよ。翔平さんがもうたまたまちょっと今日ならっていう感じでスケジュールがあったので、すごい、今日はまさかの昔推してた方とデートです。すごい、だからこうガチなのよ。というわけで今日はそのおデートなので浅草に来ました。何したいかなって考えた時に、いつも浅草に来るたびに思ってたのが、浅草でカップルで、あと着物着て歩いてるカップル、うん、めちゃくちゃ羨ましいなと思って見てたんですよ。なるほど。8年ぶりにできた彼氏とやりたかったんですけど、うん、それをやるチャンスを逃したままもうさよならお別れしてしまったので、これはもうその時の気持ちも全部今ぶつけようと思って、はあはあ、今日は浅草お着物、やっとですね、この背景が歩きデートに決まりました。最高最高、うん、というわけで選びます。はい、はい、え、これはどう、ちょっと意味になっちゃう、これでなんか帯可愛い感じにして、いいっすね、大人っぽい、でちょっと帯可愛いやつにして、でなんかちょっと可愛い髪飾りとかつけてもらっちゃう。そうそう、はい、行きますよ。じゃあ今着替えてます。
このままだとワンチャンもう着替えてる最中に来ちゃうかも。いやギリえから今なんかそわそわしてなんかやばいです、なんかドキドキしてきました。うわーエモいっすよね。はい、 あ完成しました。あじゃあ回しますね。はい、はい、失礼します。はい、ちょっと待って。めちゃくちゃいるやん。え、お疲れ様です。お疲れ様です。はじめまして。はい、すごい。ありがとうございます。お疲れ様です。橋本社長です。お願いします。よろしくお願いします。え、ちょっと。え、あ、そんな感じでぬるっといるんだ。え、橋本社長さんってそんなぬるっと。すいません、僕なんかがいいのかなって本当思ってたんですけど。なんか謙虚だよ。はい、なんか謙虚なんだけど。よろしくお願いします。お願いします。距離変今日着物デートに来て、はい、ジョヒ君にはこれから着物着てもらえそうだからさ、ミュージカル箱置きで知ったので、はい、あのミュージカル箱置き全部和服だったから、はい、それ和服のイメージがもう勝手に強すぎて、はい、絶対和服着てほしかったんですね、うん、なのでもうすごい楽しみ。さあ行きましょう。はい、わかりました。あちらであちらでございます。はい、はいはい、では、翔平くんが、翔平くんがね、翔平くんが起きが終わったみたいなので、顔見なかったらどういうこと言えるんですね。顔が見なかった。翔平くんが、はい、そこいるんですよ。え、本当にいるかわかんないですからね。そっか、まだわかんないです。はい、おカーテンシャーしてもらいます。行きましょう。行きましょう。それではお願いいたします。はい。あ、どうも。あ、すごいわ。あら、かわいい。いや、素敵な置物。ありがとうございます、お母さん。お母さん言ってます。もうこういうね、お茶目でキュートなところもかわいいんですよね。あ、すいません、ちょっと、ね、今更なんですけれども、撮影協力してもらってます。和楽さんです。ありがとうございます、お母さん。ありがとうございます。お母さん、ありがとうございます。じゃあ、行きましょうか。はい、早速。はい、行きましょう。え、かっこよ。ちょっと最初はちょっとこんな感じやりづらいと思うんですけど、いやすいません、もし、ね、しばらくしたら落ち着くと思うので、いまだにそのどう行こうかっていうスタンスが、そうですよね、そうですよね、こういう時のなんかスタンスの正解何なんですかね。え、何の話するんだろう、こういう時移動って人は。え、逆にこういう街ブラロケとかってあるんですか。ないですね、一人ですね、会ったとしても。ああ、そうじゃん、僕もあんまりないじゃん。なんで、並んでくださいよ。お疲れ様です。違う、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 死に神でしたっけ。違う、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 ちょっといいですか。はい、自撮りしてもらえません。撮りづらくて僕すいません。そんなん、自撮りなんてハードル高いですよ。しょうがないな、そんな理由なら。違う、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 違います。あれ、なんか自分の好きな角度で今撮っていいですよってやつじゃないんですよ。かわいい。あ、もう、しょうがないな。はい、というわけで、はい、ここからは自撮り画角でお送りさせていただきます。はい、行きましょう。お願いします。あ、いいかも。おい、いいか、入ったよ話。私人見知りなんだから。あの、すみません、僕もです。そうなんです、でも人見知りと人見知りが、でも時間が解決してくれると思います。あ、本当ですか。はい、私は今日は翔平君と呼ばせていただきますね。翔平君は私のことを、まあ、エミリンちゃん、もしくはエミリンで。わかりました。はい、ありがたいことにその YouTube でお名前とか出してくださってるわけじゃないですか。はい、一応そのエミリンさんのファンの方に認識はされてるってことでいいんですかね。多分ですけれども、でも今日だからそのなんかよく話には聞いてたけど、お顔を見るの初めてですって方もいらっしゃると思うので、やっぱね、そういう方たちに、そうですね、してもらいたい、今日気に。いや、ぜひ舞台って素晴らしいんです、本当に。え、マジすごいんですよ。舞台って着きました。あ、着いたっぽいです。ちょっといいですか。はい、あ、ちょっと一緒に行ってきます。一旦なんかゆっくりしててください。死にそう、なんか出そうです、ずっと出そうです。なんか平然を装って話はしてるんですけれども、はいはいはい、ずっとなんか出そうです。どうでした。緊張する。あ、なんだろう、舞台で会う時とか、それこそなんか公演後にハイタッチ会とかあるんですけど、 あの時ってまず一瞬のなんかもう一瞬のうちであれだから、うん、よし、これだけは伝えようとか、うん、で、あ、もっと話したかったのにってなるじゃないですか、うん、いざじゃあいくらで話してもいいですよってなると、難しい、ね、どうしよう、目の前に教えるけど何話したらいいんだろうみたいな。難しいですね。逆にそう、なんかもう今胸いっぱいで、なんか今からカフェ行くんですけど、食欲ないです。今日一食目ですか。今日一食目。いや、おかしいな。おかしい。だから本当に、私そう、ミュージカル発行機さんね、公演見に行った日だけ夜ご飯食べれなかったんですよ。あらら、胸いっぱいで。胸いっぱいで。っていう現象にその時だけなるから。なるほど。だからもしかしたら、その翔平さんにダイエット効果あるかも。確かに。うん。仕事頑張らせてくれるし、ダイエット頑張るし。確かに。で、女磨きもさせてくれるし、で、生きるモチベーションも与えてくれる。はあ、はあ。翔平くん！あ、ごめん。本当ですか？間違えた。今いないからね。翔平くん！大好きだよ！内弁慶みたいな。マジ怖いわ。私マジ恋愛するとこうなんですよ。なるほど、ね、その好きな人とかでもその時、ああ、そうなんだって感じしといて、終わってからああ、みたいな、やばい
みたいななる女子の典型みたいな女なので。あ、なるね。話聞いたんですけど、はい、ちょっとデートっぽさがなかったですね、あんまり。そうなんです、ね、対談みたいな。確かに、うん、ちょっとあのモードを入れようかな、自分の中で。そうですね、うん、なんかみたいな、かわいいみたいな。はいはい、行っちゃいましょう。うん、なんかまだ普通の街並みを行ったんで、多分話す材料が欲しいかも。かわいい自分を出す。そう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 、例えばそのこの後カフェ行った後食べ歩きするんですけど、はいはい、あれかわいいみたいな、揃いでつけようみたいな、あ、いいですね、やつやりたい。やりましょう。で、一旦カフェでこの緊張から逃れます、はい、はい、というわけで今なんか浅草のテラスの見えるおしゃれカフェに来てまして、こんな感じで、はい、やらせてもらってます、はい、というわけで、はい、まあ分かんないと思うんですよ。そもそもお前は なぜ今日俺を指名したハテナって予兆台だと思うので、でも自己紹介がてら今日はねブロマイド持ってきました。こちらなんですけれども、当時のもう表紙に出したんですけど、あのブロマイドを。これは何すか。翔平君の初めての 2.5 次元作品で、これルイっていう役なんですけれども、それ非常に可愛かったです。でちゃんと配給とかも言ってるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。でこれは配給の時のブロマイドなんですけれども、大変可愛らしくキュートでとても素晴らしい演技でしたよ。ありがとうございます。私いた客みたいになってますよね。今のとこギリ大丈夫です。ギリ、はい、あ、でこれが一番私思い出深いんですけれども、これねキャラクレって言ってクレープ屋さんとコラボして。これがでもそうなんですか。じゃ違うじゃん絶対に。これね罠なのが、クレープ1個頼んだら1つランダムでポストカードもらえますっていうシステムで、うん、意外と知らないですよね多分、はい、システムで選べないんですよ。商品券をしていた私としては出るまで食べるしかないんですよ、うん、だからこれが私が初めてやった爆食企画なんですけれども。なるほどね。マジで1日ですか。1日よ。だってさ、これしかもなんかやってる店舗が限られてて、うん、でその東京に遠征にした日にそこに行ったんですよ。だから今日しか行けないみたいな感じで、当時まだ関西に住んでたんで、で、まあ、あのまず1回目1日目こんな感じで、うん、出ない、もう1個かと思ってクレープ2個目食べます、うん、クレープ2個目出ないなってなって、これ橋本さんですか。だとしたら役作りやばくないですか。出ないなってなって、推しが出ないなってなってクレープ3個目食べて、でちょっとなんかうわーってなって、はいはいはい、出ない出ないってなって、はい、ちょっと待ってクレープ4個目ってなって、はいはいはい、私クレープ4個目ってなって、でも行くってなってあれして、うん、はいはいはい、もう4個目行ったんですよ、はい、でもうこれで出なかったら終わりにしようと思って、はい、最後5個目のクレープ食べて、はい、でももうこれ以上は無理って、翔平君ごめん私5個以上はもうクレープ無理ってなって、はい、これで終わるって決めたら最後にこちらです。すごい、5個も食べてくれたんですね。そうです、っていう、こうなんかちゃんとお宅をきちんとしていたところがあります。でもすごいですね、このファイルも年季入ってますし、結構熱いですね。そうですよ、っていうあれでした。あの当時は支えてくださってありがとうございます。元彼。あ、ちょっと今から元彼っぽいモードでお願いしてもいいですか。でも本当あの時はなんか翔平くんに支えられてたし、翔平くんがいたから毎日が楽しかったんだよね。でも俺も支えられてっていう実感があって、うん、やっぱあの頃頑張ってたのは、うん、やっぱエミリンが応援してくれるから、うん、俺も頑張れたなって思った。ありがとう。こちらこそ。いいかも。あ、いい。いいかも。なんかいいかも。エモいかも。ちょっとじゃあご飯だけ来ますんで、ちょっとお二人で。わかりました。はい、というわけで今からちょっとじゃあカフェを楽しませてもらいます、はい、ここはあのインフ隅田川さんというお店なんですけれども、はい、今回ちょっと撮影協力で貸し切りにさせていただいているので、さすがです。はい、ちょっとマスクも取って、うん、ここからはじゃあお疲れ様です。お疲れ様です。楽しみましょう。エモいな。これめちゃめちゃ素敵なとこですよ、ね、うん、景色もすごいし、そうなんですよ、川がめちゃくちゃいい感じに映ってて、僕からしてもそのやっぱ応援してくださった人と数年後こうやってね、うんうんうん、一緒にグラスを乾杯できるなんて思ってなかった。そうですよね。いやー、何が起こるか分かんないですね、人生ね。何が起こるか分かんない所存です。はい、プライベート聞きます。はい、どうぞ。できる範囲内で。はい、はい、じゃあ男女でちょっと話したら盛り上がる浮気はどこからが浮気だと思いますか。これでもいろんなやっぱ論争が繰り広げられてますよね。論争が繰り広げられてますね。いろんなところで論争が繰り広げられてるんですけど、どこなんだろう。どこまで許しますか、仮にまあお付き合いしてる方がいるとして。じゃあ今日昔からの男友達がいるから2人でご飯してくる、丸か×。丸。ああ丸、心よく送り出せる。うん、なんかそのそれが言わなくて言って発覚したらいやダメだろうってなるけど、うん、なんか言ってる時点で多分何もなく、うん、純粋に多分楽しんでくるんだろうなっていうことで丸にしちゃうかな。では
はい、あ、じゃあ質問別れる別れないに書いてもいいですか。あ、分かりました。別れる別れないで答えてください、うん、お付き合いしてた方がそんな感じでもう一夜だけもうワンナイトしてしまったと、めちゃくちゃ酔っ払ってお酒の勢いで、しかしもうそれは本当にもう正直に全部話してくれて、もう本当に今後そういうことがないようにしますって自爆というか、まあ、自分で全部話してくれた場合、その方と別れる別れないまあでも事実として一回浮気はしました。でも本当にそういうことがあって、もう酔っ払った勢いでそういうことをしてしまいました。本当にごめんなさい。もう誠実にちゃんと謝って。どっちだろうな。いや、まあ多分相当ショックですし、うんうん、ショックだけど、でもどうかな。一度目は許しちゃうっていうのは優しすぎるんですかね。どうなんですかね。多分ですけど、私今ので分かりました。優柔不断ですね。すごく優柔不断ですね。どっちかな。すごい分かっちゃった。そう、あのこういう質問ですらめちゃめちゃ考えてしまう、うん、なるほどね。すいませんね、パッと出なくてね。いや、だからそのちゃんと考えるんですね。そう、だからその他のことも多分その質問以上考えてるんですよね。その結果なんか自分で勝手に穴にはまって、うんうん、着地地点が分からなくなっちゃうみたいな。あ、でもなんかいいですね。分かります、分かります。いいですね。なんかリアルでした、すごい。いや、恥ずかしいな。 T 君、男女で盛り上がる話題もう一個ください。いい、 OK です。これされたらキュンとします。これ教えてください。キュンとする、なんだろうな。めちゃくちゃ考える人だ。仕草でしたっけ。何でもいいです。あれ、こういうタイプの人とかこういう行動されると気になっちゃうんですよねとか。気にならない。興味がない。みんなに興味がない。いや、そんなことはないと思うんです、はい、そんなことはないと思うんですよ。こういう植物に語りかけてる人とかいたら。植物に語りかけてる人。キャンセル、今のは。あ、今でキャンセル。あ、キャンセル。すいません。あ、出ます。いや、今の出るあじゃないですか。違うんです。違うんですか。俺今日あんま機能してないなってことに気づきました。今その何の輪、何の輪だったんですか。あ、機能してない。あんまり今脳回ってないなみたいな。脳回ってないな、うん、あ、脳回ってない時人ってあって言うんですね。初めて聞いたな。でも分かりました。植物に語りかける方が好きっていうことで。はい、はい、ありがとうございます。うまくまとめてもらって、とてもありがとうございます。いい盛り上がりになりました。よかった、うん、じゃあそんな感じでちょっとなんか翔平君ともいい感じで仲良くなってきたので食べ歩きします。お、やりたかったんです。浅草の街を歩きながら食べ歩き。いいですね。はい、すごいいい景色。え、楽しいですわ。よかったです。なんか、なんか不思議な時間を過ごしてます今ね。うん、だって推しとどっからが浮気って言ってるんですよ。確かにね、チャットとかで打ち込むようなことを。そうですよね。っていう体験なんですけれども、え、最後ねちょっと軽く浅草散策して、はい、食べ歩きとかなんかね、なんかさよくあるさ、 あれお揃いで買おうよみたいな。あ、いいですね。やつとかやりたいんですよ。こっからはじゃあ2人きりでございます。僕マジ？僕マジ遠くないと思います、本当に。わかりました、はい、え、じゃあ本当になんか何か困ったこととかがあった時にピーって言います。それが聞こえたら絶対すぐ来てください、ね、聞こえたらね、はい、村井さんバリに僕耳良くないんで。最後だからなんかミッションつけていいですか。あ、確かに。そうだからデートっぽいことしたいですね、ちゃんと。だから、うん、自然な流れで、うん、頭ポンポンしてもらうまで行きましょう。ああ、いい。自然な流れですよ。頭ポンポンしてとかってダメですよ。ああ、なるほどね、はい、え、で、頭ポンポンっていつすんの人は。大丈夫だよみたいなあるじゃないですか。ああ、なんかで怖がってるとか。そう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 。あと本当になんかその屈託のない笑顔を見て、はい、ああ、そう、バカだな、バカだな、かわいいなお前、お前みたいなやつね、はい、やりたいやりたいやりたい。じゃあ行きましょう。待ってるんで。え、ちょっと、むずくない。ちょっと待って、え、全然思いつかない。だって日常で頭ポンポンされたことないもん。だから頑張ってください。ちょっと待って、教えて教えて、どうやってされるのよ。行きましょう。え、本当にめっちゃうるさいんだな。はい、というわけで今カフェを出てきまして、はい、雷門の方に来たので食べ歩きです、こっから。よっ、自撮りがむずいっすね。てか人多分かった。じゃあデートっぽくします。ここから敬語 NG で、敬語喋るたびに一回ピンタで。罪重いな。いや、でもそのぐらいのやっぱ罰は、ね、そうですね、あとがいいよね。はい、あとがいいよね、確かに。あ、いちご、いちごある。あ、買おうよ。あ、いいね。いちご好き。いちご好き。私もいちご大好き。じゃあこれだね。なんかさ、なんかめっちゃ引っ張られてる感じするんだけどさ、これなんかついてる、私今この辺なんかついてる。いや大丈夫そう。はい、どうしようかな。
大丈夫ですか。いや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 、経費で全然。全経費落ちる。大丈夫ですか。はい、すみません。全経費落ちる。はい、1グラム2個ください。はい、かしこまり。ありがとうございます。ありがとうございます。むずいな。というわけで、今ちょっと裏に入ってきたんですけども、買いました。はい。いちご飴。じゃあ今から、いちご飴食べよう。食べよう。なんか、いちごは、あれらしい。なんか、かわいいね、みたいな感じで、めでてあげると、より美味しくなるらしい。へぇ、よしよし、なんか頭撫でてあげれば、なんか、いちごの頭を撫でると、美味しくなるらしいよ。へぇ、俺そのままでいいや。いただきまーす。かわいいね。いただきまーす。うまっ。うん、うん、初めて食べた。私一時期家でずっと作ってたよ、いちご飴。え、作れるんだ。でもある日、いちご飴専門店にいちご飴を食べた時に、なんか私がどれだけ頑張ったってこれを超えれることはないんだなと思って全部やめた。急に悲しくなってやめた。でも、もうちょいしたら超えられたかもしれないよ。これを機にまたね、始めたら。私ダメかも、じゃあもう。ん、ね、私すぐ諦めちゃうし、なんかもうダメなのかもしれない。うんふん、大丈夫だよ。うん。ダメかも。ダメじゃないよ。私ダメかもしれない。ダメじゃないよ。もうすごい諦めちゃうし。でもそこが元気出ないかも。元気出ないかも。はい。エア。何？あ、エア。あ、これ連動してる。連動。連動してもらっていい？ニコちゃん。おいしい。うまい。すごい、飴って舐めるものだと思ってたら噛んでもいいんだ。そうよ、飴は噛んでもいいんだ。それを知れただけでもよかった。それを知れたことはすごいいいんだけど、私は今すごい考えてるよ。何を？分かった、質問ね。はい、質問。翔平くんが恋人に何かしてほしいことがあります。うん、どうする？うん、俺が恋人にしてほしいこと、うん、で、それをあ、なるほど、ね、言わずに伝えたいときどうする？目線で送るとか。あー、なるほど。うん、オッケー、行こう。じゃあ次行こっか。そっか。うん。ん、あ、持とうか。ん、持とうか。何よ、カメラ。うん、あ、一旦持ってもらおうかな。 あ、イエーイ、ありがとう。私もしかしてだけどさ、カメラ持ってほしいと思ってるんだろうなって思ったの、翔平くん今。うん、うん、違うか。違うかじゃないのよ。優しいね、翔平くん。あ、いいよ、翔平くんが全く映っていないよ、今。そうだね、自撮りってね、言い方難しいんだよね。難しいね。うん、そうなの、変わるよ、変わるよ。ありがとう。うん、ありがとう。なんだろうな、うち、4人兄弟で、うん、みんな女の子。ああ、そうなのね。そう、だから結構女性心は分かったつもりでいたけど、全然分かんないや。うんうん、あ、これ女性心とかでもないんだよね。あ、違うんだ。うん、まあ、言うならばミッション。何を買おうね。飴がついてるとか、飴がついてるとか。違うか、さっき。違うかじゃないのよ。え、怖くなってきたわ、私。ん、翔平君のことが怖くなってきたわ。いや、だからそのさっきの、うん、食べた、あ、まあでも本当気にしないでほしい。なんかそのハッピーな感じだから、その私の違う、なんかそれは翔平君が今気にしてくれてるんだけれども、翔平君は逆に気にしないでほしいというか。なんだ、そう、私がこれは頑張るべきミッションなので。なんだろうな。キー、はい、はいはい。ちょっと、はい、一瞬ここで待っててもらってもいい？はい、わかりました。ちょっとティータイムしてきていい？私。え、どうしたらいい？逆に。私さ、もうさ、私の中の手は尽くしたんだ。尽くしない。え、ほんと？え、だってもうさ、他なくない？なんか意味、余計意味わかんないですよ、今の感じ。え、マジで？うん。してほしいことがあるんだけど、何か、ね、じゃない。意味わかんないですよ、あれ。え、意味わかんない？うん。なんか頭撫でやすいように、こうやったりとか、こうやったりとかしたんですけど。あ、じゃあ全然ダメってことね。うん。じゃあかわいそうだね、翔平君。なんか、だから僕が何もできなくてみたいな、ごめんねみたいな、俺兄弟多くてとか言ってるのに、今なんかかわいそうな感じなんだ。どうしたらいいですかね。キーアドバイスも乗らないと、これ無理だと思って。なんか、ま、さりげなくのやつ1個と本当にしてもらいに行くやつ1個ちょうだい。どっちもやってみる。さりげなくだと、うん、おっちょこちょいな感じ出していくっていう、ちょっとツッコミ的なポンポン。ああ、いいかも、いいかも。そうね、ほらみたいな、はしゃぎすぎて、うん、ちょっとみたいなね、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もうどうしようもなかったら、うん、ちょっと身長伸びすぎて困ってるとか言い出して、止めてほしい。あ、やばい、伸びてきた。身長ちょっと私ちょっとなんか最近たまにこういう時あって止めてほしいんだけどとか言って、ボン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 って。なるほどね。はい、オッケーオッケーオッケー。ちょっとなんとか。分かった。任、はい、してください。お待たせー。行きましょーい。しゅうちゃん行くよ。
はい、行きましょう。行こう。すぐに行こう。ん？楽しいね。うん、浅草ね。うん。うんうんうん、街並みがとっても楽しいね、うん、どうしたなんか疑心暗鬼になってる、うん、人を信じれなくなっちゃってない今大丈夫あのね一旦忘れてなんかあるんだろうなみたいなの一旦忘れてもらって一旦楽しんでいいのねうん一旦全部忘れよあオッケー今までの人生の嫌なこととか一旦全部忘れて今浅草を楽しむことだけ一旦考えよう、うん、楽しまないとねーんごめんねなんかいろいろ考えさせちゃって本当に忘れていいの本当に忘れるやつそれすらもうなんかあねえ私のこと信じてないじゃんもう疑心暗鬼ちゃんじゃんじゃあ忘れますはいお願いしあ敬語使ってんじゃん忘れま一ビンタね今ねあの後で全部生産して全部全ビンタ一気に生産するかね楽しくなってきたかも、うん、めっちゃ楽しい楽しい今めっちゃ楽しいかも唐揚げ唐揚げあ、グッタって販売中だってすごい食べる？食べとく。あんまりないよ。揚げたての唐揚げ。唐揚げこう。唐揚げこう。かわいい。唐揚げおせんべいを衣にしてあげた唐揚げ。おせんべいを衣にしてるんだって。じゃあ4個入りとかにして、うんうんうん、なんか摂取を、うん。この規模感のやつがあと3冊ぐらいあるのよ。あ、あそうですか。そう。でそのなんか全部持ってく名前だからとりあえず1個パッと今日入れてきたのカバンに。いっぱいお気に入りいっぱいあるのよ。いやどれ無理かも選べないかも。先に食べてください。食べて食べてですよ。え？食べて食べててじゃあいただきますあ、でもこれって可愛いよこっち撮ってんすよ今こっちとかも可愛いんですよ違う違う違うこっちとかもすごい可愛くてこのなんか下から高くなのにすごいなんか漏れてて可愛いですよ本物撮ってるんでなにどうした美味しい絶対今食べた方がいいよ本当、うん、あ、でもそう本当のおせんべいだわ衣がすごいこれ一口でいけるいった一口でいって後悔はあったないあ、マジうん行こういただきますうまよかったですうまいうまいうんうんめちゃくちゃ飲み物欲しいね、飲み物買おうあなんかさ、結構高いね、自販機あ、待って、私今身長伸びてるかも待って、今なんか私めっちゃ身長伸びてるかもしれないちょっと、やばいかもめっちゃ急に身長めっちゃ伸びてるかも遅うか押してね俺大丈夫飲み物いらない、うん、分かった、私で買うね、うん、じゃあ、正しに買うねなんか身長エンサーやばいっすねあ、待って、めっちゃ今身長伸びてるかもん私今身長伸びてない私身長めちゃくちゃ伸びてるかもしれない止まらないかも、やばいかもめちゃくちゃ身長伸びてるかもいやどう止まっあ、やばい、でも止まってる、うん、本当に止まってる、うん、伸びてないうんうん僕のせいちょっとさ、主人公にお願いがあるんだけどなんでしょう一瞬、メイクさんとちょっと話してきてくれないちょっと一緒に行っておいではい、わかりました言い方悪いですよ一緒に行ってほしいどうしたらいいもう無理かも無理でも直接言うのは嫌だなんか負けた感じじゃんう、ね、うん抑え込んでまでもう一回身長伸びてあ、そうですね、うん、抑えて、うん、抑え込んでって翔平君やばい翔平君、はい、翔平やばい今また身長がすごい伸びて急に身長が伸びてくるっていう原始ぶりに悩まされてるえいやちょっとやばいかもちょ抑え込んでくれないとこれ無理だわこれ以上身長が伸び込んじゃうあ抑え込んでもらって物理的に抑え込んで物理的に首が、いや首がまだ伸びるかも、はいはい、首まだ伸びるかも首から上がピンポイントでなんか首から上行ってるかもあ、やばい首から上、ちょっとこれ押さえ込んでほしいかもぐ押さえ込んでくれた、はい、ありがとう今、判定的にはOK ですOK ですじゃあ、終わりですお疲れ様でした説明してくださいよその、彼を出る前に1個ぐらいそういうなんか電話っぽいことをしてもらいましょうっていうそういう話なるほどで頭ポンポンじゃないってなったんで私はカフェを出てから頭ポンポンされるべく行動してたんですえ私ダメだなって言ったりとかそうだから私ダメだなみたいなそういうことかそうそうこれ髪飾りなんかついてないみたいなちょっと言ってみたりとかしてたんですけどなるほど目で訴えたりとかもしたんですけど、うんうん、最終的に抑え込むという抑えるっていう身長が伸びすぎて困っている私を抑え込んでくれるという優しい頭ポンポンで終わりましたよかったよかったなるほど、うん、本当に分かんなかったですそりゃそうですいやだからなんかそのどっかに多分ブロマイドが挟まってて気づいてほしいのかなとかなるほどね、よかったらちゃんと最終的に目的は完了したのでそうなんだだって今の映像残ってますもんねまあまあね頭ポンってしましたよねはい、うん、はいしましたここでこれミッションクリアですし女性視聴者さんキュンキュンです頭ポンポンってなってますギューでしたよしかもめちゃくちゃ言われてるね抑えるな
なるほど、はい、どうでしたかデートお二人。楽しかった。いや楽しかったです。だんだんね、ほんと距離も縮まってきて面白かったです。ありがとうございます。私も楽しくいさせてもらいます。ありがとうございます。はい、もう一回舞台見に行こうかなと思います。あ、でもぜひぜひ。なんかやっぱ歯止めが効かなくなっちゃうっていうのが昔からその性質があるので、全財産をつぎ込むまで行っちゃうんですけど、あの趣味として娯楽としてちゃんとまた舞台に行かせていただこうかなと思いました、これを機に。いやぜひ本当に来てください。ありがとうございました。ではお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様です。急になんかお仕事感これは現実じゃないんだよっていうのをなんか動画に教えられたみたいな。バイバイ。